後藤剛建築設計事務所の後藤と申します。今日は私が設計した証言の住宅をご紹介します。この住宅は、20メートル四方の正方形の敷地に対して、プライバシーを保ちながら光と風をどう通していくかということをやっています。引き戸を全部開け放っても、十分プライバシーが保てるような、家族が4人でつながり合ってそれぞれ別のことができるようなことを意図して作られた住宅です。南と北に庭を設けて、十分光と風が通るように設計されている住宅です。